山口氏はパリパラリンピック柔道57キロ級で柔道日本女子史上初の金メダルを獲得した。山口氏小郡出身の広瀬順子選手に山口市民栄誉賞を贈呈するとともに、山口市ふるさと大使に任命しました。10月12日に母校の小郡中武道場で交付式があり、伊藤和樹市長や小郡柔道スポーツ少年団の子供ら50人が栄誉を迎えました。広瀬選手は小郡南小学校、小郡中学校、西京高校を経て花園大学を卒業し、現在は SMBC 日興証券に所属しています。19歳の時に病気の影響で弱視となりました。2016年のリオパラリンピックで銅メダル、2021年の東京パラリンピックで5位に入賞しました。2023年の中国杭州アジアパラ競技大会で優勝し、日本女子柔道初となる金メダルに輝きました。式では伊藤市長が、広瀬選手の勇姿は市民はもちろん日本国民に勇気と感動を与えたと祝辞を述べました。同賞の賞状と同大使の委嘱状、山口市特産品の後宇和牛の記念品を贈呈しました。続いて同少年団の子どもたちが花束やメッセージを寄せ書きした色紙、同日が誕生日であったことから広瀬選手の顔があしらわれたケーキが贈られました。広瀬選手は、多くの人が集まり、地元ならではのすごく温かい式典を開いてもらって嬉しい。パリでは勝てるかどうか不安だったが、ピンチの時にも応援してくれる人々のことを思い出して切り抜けることができた。山口からもたくさんの力をいただいた、と喜びを語っていました。